こんにちは。シゴスピチャンネルの管理人ことスピリチュアルの語り部天心です。シゴスピラジオはスピリチュアルにまつわるあんなことこんなこと、世の中にあるこんなことはスピリチュアルという視点で見たらどのような意味があるのといった内容で話していきたいと思います。今回のテーマはスピ的な学びの形態3種ということでお送りしたいと思います。はい、スピリチュアルにおいてですね、よく言われるのは人生は全て学びだよなんてね、言いますよね。各言う私もそんなようなね、もろそういう言い方をしたかどうかは別にして、さまざまなことをから学びを得ましょうとかね、いろんなことは学びですよみたいなことを言ったこともあると思うんですね。そういう話をしたことあると思うんですけども、じゃあ学びって言うんだけど、一体何が学びなの、あるいはどういう学びがあるのっていうふうに思うわけですね。で、学びっていうのは もちろん広い意味なんで、いろんなことが学びではあるんですけども、それだけだとね、一体何がどう学びなんだっていうのがちょっと混乱してくるかもしれないので、今回はですね、スピ的な学びの形態を3種類に分けてちょっと、説明してみようかなと思います。で、まず一つはですね、意識的な学びというものですね。意識的な学びというのは、意識的に学ぼうという意欲を持って学んでいくという形態なんですけども、どういうことかというと、簡単に言えば目的意識を持つってことですよね。何らかのその人生に対するね、人生全体じゃなくてもいい、短期的な目標でも何でもいいんですけども、何らかの目的を持ち、自分なりの志を持ち、人によっては天命というものを意識してね、自分の天命は何なのだろうということを意識して、こういった天命が自分にあるんじゃないか、あるいはね、天命調査のようなものを受けて、自分のテーマはこうだと言われたから、それにのっとってこうちょっと探求してみよう。そこで目的がとかテーマが生じるわけですね。そういったものを意識して、それに付随するものを学んでいこうという、方法です。一番一般的に学ぶ場合ってこういうことが多いと思うんですね。何か目的がないと学ぼうという意識が起こらないので、意識的に学んでいくっていう場合は目的ありき、何らかの目的がある。それは人によって目的が違うかもしれないので何とも言いませんけど、目的があって学んでいく。こういう場合の学び、目的があっての学びの場合、まず情報を取得っていうことが一つ挙げられますよね。その学びに関係する、その意識的な目標、目的、そういったものに関連する情報を取得しようと。例えば、こうしてシゴスピラジオを聞いてくださっている方は、たまたま聞いていますという人も数多くいらっしゃると思いますけれども、中にはやっぱりですね、YouTube なんかを検索してですね、スピリチュアルなことを学びたいと、そういったものに興味があるので、そういうものはどうなんだろうみたいなことでね、いわゆる検索をかけたりとかしてですね、情報を得ようとするわけですよね。で、たまたま私の動画が、シゴスピラジオが引っかかったんで、聞いてみてみますという方も多いと思うんですね。そういうのは意識的に情報取得をしようとしてるわけなんで、これも一つの学びですよね。それによって得られる情報は様々ですし、その人にとって、これは非常に重要なことだなと思うものもあれば、関係あると思ったけど関係なかったなとか、あるいは多少は関係あるけど関係性は薄いなとか、いろいろレベルとか濃度はあるものの、何らかの情報を取得してそれを触れていくということが学びの一つですよね。これは基本中の基本だと思うんで、言われるまでもないなく皆さんがもうある種本能的にですね、行うことかなと思います。じゃあそれだけが意識的な学びかというとそうではなくて、さらにその得た情報ですね、様々に熟慮するわけです。この情報はどういう意味があるんだろう、自分のそのテーマにどういった関わりが出てくるだろう、あるいはどういった形でそれは活用される可能性があるだろう、あるいはどういった関連性があるだろうか、いろいろ考える。結構考えるっていうことは結構大事で、思考する、熟慮する。で、これを一歩スピリチュアル的に進めると瞑想という行為がありまして、瞑想というとなんとなく座禅的なものをイメージして、止観多座とか言ってね、ひたすら座り 無になるとかいうね、そういうイメージがあるかもしれませんけど、瞑想っていろんなタイプがあって、私はその講義の意味で瞑想という言葉をよく使うんですけど、黙って座るって止観多座、曹洞宗の道元禅師由来のそういうやり方はもちろん瞑想なんですけど、もう一つはですね、いろんな情報を得たものを熟慮し整理し頭の中で構成するっていう時間を設ける。さっきの思考や熟慮
と何が違うのかというと、瞑想の場合はそれを極めて集中して短期的に行うわけですね。だからそのものすごく立体的にこう、私なんかも何かこうもの深く物事を考えて何か体系立てなければいけないという時には、ちょっとか思考するとか熟慮するだけでは足りないので、もうある一定の時間を得て、ね、ぐーっとこう情報をバーッと、ね、多方面からの情報をガーッと集めてきて、それを頭の心の中でバーッと広げて一つの宇宙を作り上げるんですね。まあ、宇宙といっても別にあの空にある天体の宇宙じゃなくて、まあ、ある種の世界ですよね。宇宙というか世界というか、そういうものを作り上げてバーッとこう、ね、一つのね、玉にしていくようなイメージですね。そうするとですね、あ、つまりいろんなことを学んだ結果、こういうことが言えるっていうね、ある種のこう、一つの結論にたどり着くと。そういうふうな結論を導くための瞑想というのをやったりするわけですね。まあ、こういったことをやっていくことが意識的な学び、目的を持った学び、まあ、一番基本的な学びかなと思います。で、じゃあ、これは基本的な学びなんで、まあ、そうだろうなという方も多いと思うんですよね。まあ、私もそうやってますと。ね、そう思いますという方も多いと思うんですけども、これだけじゃないんですね。もう一つありまして、実は無意識的な学びというのがあります。無意識的な学びって何でしょう？先ほど言ったのは意識的な学びで、目的とかがはっきりしていて、自分で能動的にこう、いろんなことを情報を取得して、思考して、熟慮して、場合によっては瞑想してこう固めていく、ね、いう、そういった、まあ、作業、プロセスがあるわけですけど、無意識的な学びは何かというと、受動的な学びなんですね。これ結構わかんないというか、意識されない方、もちろん意識をしないと言ってるんだから、意識されない方が多いのは当たり前なんですけども、実はですね、私たち別に学ぼうと思ってなくても学んでること多いんですね。それは受動的な学びと言いまして、いろんな、考え方があるんですけども、私たちはいろんなものに影響を受けて生きてますよね。だから、その、例えば会社に勤めれば、その会社の、ね、社風だったりとか、会社の業務の業、会社が携わってる業界とかね、そういったものの持つね、そういった業界とか会社自身もそうですけど、そういったものも一つの霊界なんですね。霊界って別にそのなんか一つの霊界がバーンとあるわけじゃなくて、複数の霊界があって、それがフラクタルにこう入れ子状になっているのが霊界なんですね。なので会社は会社という霊界があるし、会社には業界という、あるいは業界とか業種という霊界があるし、そういう具合にフラクタルになってるわけですね。入れ子状になってると。で、そういった霊界に我々は会社勤めを例えばしていれば、その業界の霊界の影響を受けるし、その会社の影響を受けるわけですね。だから、例えば、ものすごく、ある会社に入るとね、すごい起業する人が多いとかね、そういう会社あるじゃないですか。例えば、Google とかね。Google に入る人はなんか、最終的に起業してね、また新しい事業を立ち上げてね、成功する人が多いんだなんてね、よくなんかビジネス書とかで言われてますけども、実際そうなんでしょうけど、それはなぜかっていうと、一つにはもちろん才能のある方が集まってきているからそういう人が多いんだよっていう現実的な会社ももちろんできるんですけども、やっぱり Google という例えば会社の中にはそういった Google みたいなそのね、霊界があるわけですね。 Google 霊界じゃないですけど、ね、あるわけです。で、そこに身を置いてるとですね、無意識的にその影響を受けるんで、受動的な学びをしているわけです。積極的に、もちろん、Google の中でいろんな、例えば、ね、関わり合う方々の中でいろいろ教えてもらったりとかすることもあるでしょうけども、ね、そういったものだけじゃなくて、何も教えてもらってないし、何も具体的な、積極的な働きかけをされてないけども、なんとなく影響を受けて、こうね、いろんなことを吸収していると。だから、無意識的な学びというのも実は大事で、どこに身を置くのかとか、何に触れ合うのかっていうのが結構大事なんですね。で、無意識的な学びの中にはそういったね、どこに身を置くかっていうのもありますけども、あるいは逆に師弟関係のようなものがありますよね。世の中には先生を持つと、例えば絵を習おうと思ったら、その絵を描くそのね、技術を持った先生みたいなのがいて、美術の先生みたいな人がいて、その人を支持すると、そうするとですね、その人とその関わり合って、まあもちろんいろんな指導を受けるでしょう。表面的にもね。だけども、別に表面的なものじゃなくて、その人の、その美術の先生の、その、ね、表には現れない内面性の中にあるエネルギーとか、そういうものもですね、こう、
影響を受けてくるんですね。無意識へ働きかけてくるんですよ。その先生とかを持つとね。で、その先生とかの影響も受ける。それも学びなんですね。それは意識できない学びなんで。だから、素晴らしい先生につけば、素晴らしいものをそれだけで得ることができるという部分があります。これが無意識的な学びですね。まあ、霊流が流れるとか、霊流が流れ込んでくるなんていう言い方もしますけどね、スピリチュアル的には。あるいは、気と念とかね、そういうものを受けるという、ね。その良い気や良い縁念、思いを向けられる。つまり、弟子入りするということは、そのお師匠さんもね、あ、弟子を取った、こいつは自分の弟子であるというふうに意識を向けてもらえるわけですから、意識を向けられると、その人の気や念を受け始めますので、そういう意味で、いい人に意識を向けてもらえるようになるだけで、無意識的な学びになるんだよ、ということがあります。で、まあ、あと、体感とかですね、様々な体感、体験、スピリチュアル的にはよくあるんですけども、いろんなね、スピリチュアル的なものに触れていくといろんな体感受けますよね。涼やかだとかね。そういう、なんか、あるいはなんか、不思議な体験をしたとかね。まあそういったものも全部ひっくるめて、体感体験というのも、ちょっとね、無意識的な学びの一種かなと。だからそういうね、何を学んだんですかと言っても、例えば意識的な目的のある学びは、はっきりとこういうものを学びました。私はこういう情報を取得しました。私はその情報をもとにこんな考えを持って、こういう結論を出しましたっていうね、説明できるのが意識的な学びなんですけど、無意識な学びというのは、実は受動的で非常に曖昧模糊としている部分があるので、なかなか何を学んだかは言うことはできないけども、実はいっぱい学んでいるよという。これがまあ2種類目の、受動的な無意識的な学びというやつですね。で、3つ目は何かっていうと、これはですね、学びっていうとちょっとと思うかもしれないですけど、実践的な学びなんですね。つまり行動ですね。よく誤解されてるんですけど、学びって全部受動的で、何もしないことだと思ってる人も多いと思うんですね。なんか、何かをやることは別なんだと思ってる方も結構いらっしゃるんですけど、学びってね、もう行動も学びなんですよね。だから実践どんどんした方が本当はいいわけです。実践も学びなんで、試行錯誤をするっていうね、身体性を伴ったいろんなことをやることが実は非常に大事なんですけど、結構学びっていうと何だか本を読むとか人の話を聞くとか考えるとかね、そっちの方面で身体性をあまり伴わないようなねことを指しているように思い込んじゃってる場合があるんですけど、そうじゃなくて、身体性を伴ったいろんなことをやってること自体が学びなんで、やるってこととか、試行錯誤するってことが、あるいは自分の中のものを表現してみるってことが、ね、あるいは身体性を伴った何かをしてみるということが、もうすでに学びなんだよ。だから実践している、私は学びをしません、常に実践ですという人も、実践の中で学んでるわけなんで、実践してるから学んでないわけじゃないですね。だから逆に言えば、学ぶから実践はまだだとかって思う人もいるかもしれないけど、そうじゃなくて、学びと実践はもう表裏一体なので、ね、実践そのものが学びであり、ね、学びながら実践するっていうね。学びながら実践するのが実践自身が学びなのかって、そこは結構曖昧な、境界線が曖昧なところはあるんですけど、なので、どん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 、もう思ったら、どんどんやってったらいいんですね。だから結構誤解として学んでからやろうとかって思っちゃうんですね。別に学ぶことがもうすでに実践なわけなんですから、ね、学び始めることがもう実践に入ってるというふうに考えて、でその、ね、流れの中でもう具体的な身体性を伴っていろんなことをやってっちゃえばいいわけなんで、うん、そういう意味で実践的な学びというものも基本的に、まあ、あるかなと思います。だからなので、まあ、学びを大きく分ければ3種類、ね、もっと細かく分けられるとは思いますけども、大きく分けると3種類。意識的な学び、目的を持った学びと、無意識的な学び、受動的な学び、ね、霊流を受けたりという学び。そして最後は実践的。それを身体性を伴った表現に落としていく。アウトプットしていくというね、これも学びなんだと。全部学びなんだと。故に我々の人生は全て学びだよねっていうふうに、まあ、一言で言うと言えるわけなんでね。まあなんとなくこれってよく使い古されてるフレーズなんでね、人生は学びですとかね、すべては学びですって。まあ私もよく言いましたし、多くの人も結構スピリチュアリストの人はそういう言い方をする人も多いでしょう。そういったニュアンスを言うことをね、言葉にする人も多いと思うんですけども、なんか言葉にするとさらっとしちゃうんでね、つまり何なのっていうところが結構あまり意識されずに、なんとなく学びって言うんだけども、何学んでんだろうっていう、ちょっとね、疑問に思っちゃう人もいると思うんで、まあそういう観点でね、一つ、学びっていうのは大枠で言うとこの3つぐらいに
分かれるかなということで、まあこういうことを意識してね、これからも人生の学びをね進めていっていただけたらなと思っておりますということで、今回もチゴスピラジオを聞きいただきましてありがとうございました。チゴスピラジオでは触れてほしいテーマ、スピリチュアルに関する質問などを募集しています。投稿先の詳しい情報は概要欄に書いてありますので、よろしければ読んでみてください。概要欄は動画下説明書きのところになります。ブログ、ツイッターなどでも情報発信していますので、そちらもフォローよろしくお願いいたします。またチゴスピチャンネルのチャンネル登録もよろしかったらお願いいたします。ではまた次回のチゴスピラジオでお会いしましょう。さようなら。